ENFJ 外交型やっても見られないんだよなとか思いながら、はい、ENFJ の職場編、はい、MBTI タイプ入門より紹介させていただくんですけど、内向直感を伴った外向感情タイプですと。 ENFJ さんは対人関係に重きを置いて他者に寛容に接しながら理解を示したり受け入れたりしながら会話を展開させて人と交わると。人の成長に焦点を置いた多種多様な仕事を他者と共にすることに喜びを見出します。この ENFJ さんの、思考の序列としては、感情機能、好き嫌い、倫理から来て次に来るのが直感、で第三機能は感覚、で最後は思考。あ、なので私に近い感じですかね。はい、この論理展開を鵜呑みにする感じですよねって、が嫌い、それ、違う、なぜなら君が嫌いだからって人で判断するみたいな、はい、違ったらすいません。今言ったのは僕の気持ちなので、はい、ここからは本の紹介、はい、ENFJ の組織への貢献の仕方組織がどのように人を扱うべきかについて確固たる理想を持っている。楽しんで周囲の人を引っ張りチームワークを促進する。協力を奨励する。組織の価値を伝達する。大きな効果をもたらすような決着のつけ方をする。これ何を言ってんだ。チームワークが、はい、楽しみながらチームワークは大事だぜ、うん、協力しながらやろうぜ、うん、だってみんなで一緒に行った方が効果大きいじゃん、うん、っていう人ですね多分、はい、あ、今うまくできた感じがするすごい今、はい、ENFJ っぽいですよね僕が今、まあ僕がそうかもしれないっていうのはあります多分、はいはい、で ENFJ のリーダーシップスタイルは組織に個人的な思い入れを持って関わる、うんうん、管理者や計画の推進に協力的なスタンスを取る。あ、めっちゃわかる。部下のニーズに即応する。すぐに応える、うんうん、組織の理念と行動が食い違わないよう注意をする、うん、変化を奨励する。基本組織には結構忠実な感じですね、うんうんうん、NF は理想のはずなんですけどね。それが理想なんじゃないですか。組織構造ですよね。構造です。構造が大切なんですよ。まあ効果は大きいですよね、うんうん、だからルールとか大切だからちゃんとこう従う必要があるみたいな。それはそうだ、うん、という人のラーニングスタイルは、うん、交流や共同、共に働く、はい、共に動く、うん、によるさまざまな機会を通じて自分たちにとって何が大切かを話し合いながら学ぶ、うん、励まされながら体系立てて学ぶことを好む。はい、心当たりが共同交流によって話し合いながら学ぶ、うん、話し合い、うん、みんなで、はい、が多分大事な人なんですよね、うんうん、というこの ENFJ さんの課題解決アプローチは、うん、価値観や他者の影響を考慮し、これが F、 やっぱりまあ一番初めに価値観とか他者への影響っていうのがあるんですね、はい、うん、で将来のビジョンを明確にしながら解決しようとする。 NF っぽいですよね、うん、この、はい、未来と、うん、みんな、うん、みんなで幸せの世界に行こうよ、うんうん、っていう感じがしますね、うん、っていうで、またこの ENFJ さんの課題解決アプローチはより良い解決に導くためには、もっと実際のデータを収集したり、これが S、 それらを価値観や気持ちから切り離し原理原則に基づいて客観的に分析する、これが T という必要がある。やっぱりこの第3第4機能っていうのは、うん、自分が苦手だなって思ってるところなので、うんうん、多分ここは意識しないと、うん、なかなか使えない、うん、で僕はそこを注意しなければって思ってます、うん、僕は気遣いですよそうですよ。という ENFJ さんが好む職場環境は人が向上したり成長するために
物事を変えたり新しいことをすることが求められている。人中心であり人と積極に関わる。互いを支援したり受け入れることが推奨される。人との調和や他者を思いやる精神がある。落ち着いた雰囲気の中で明確な結果をもたらすことができる。人々からの反応が得られ秩序が守られている。人が先ですね。 FE の人たちなんで利益とかじゃないんですね。利益は利益もだとは思いますけど、はい、多分みんなのだからみんなの力が必要なんです。でもみんなで貧乏になってもしょうがないじゃないですか。成功するためにはみんなの力が必要なんですよ。どっちが先なんですかね本当にみたいな感覚があるんだと思いますよ。なるほど。というこの ENFJ さんの考えられる弱みは、うん、他者を理想化し盲目的な忠義を示してしまうことがある。わ、うん、かる、うん、衝突があると問題を見て見ぬふりをしてしまうことがある。人間関係に関することを優先し仕事をおろそかにすることがある。批判を個人的なこととして受け取ってしまうことがある、うん、あれ俺 ENFJ かなそうかもしれない。現会社のトップが嫌で辞めてく人もやっぱりいるんです。はいはい、うん、でも結構なんか僕は、うん、あの御意な感じで、はいはい、感じなんですよ、うんうん、仰せのままにみたいな、うんうんうん、そういう方針ならその通り行きましょう、うん、反発もあるんですけどね、うんうん、まあ、これがすごいもうエニアグラムのタイプ6だなと思いながら、うん、だからそれさっきのあれじゃないですか、こうこっち行ってやっぱりこっちとかとか、さっきの例えばこうトップが決めたことを、はい、もうパンパンパンってやらせるわけじゃないですか、はい、でこう一致団結が必要だからこう言い方とか気持ちとかを組んで指示されればこう忠義を尽くすみたいな感じだけど、こう何も説明もされずにはいこれみたいな感じやると反発も生まれるみたいな言えない人だなという、はい、なんでまあどの辺でこの冷静な目で上を見るか人を見るかっていうのは大事なんでしょうね、うんうん、はい、盲目になっちゃダメだってことですね、うん、俯瞰してみろはい、サマータイムレンダー、はい、俯瞰してみろ、はい、で成長のためのヒントは、人には限界があることや時に疑いのない忠誠心を警戒する必要があることを認識する。対立を建設的にマネジメントすることを学ぶ。課題や仕事に関わっている人に対して関心を示すのと同じレベルで事実や詳細にも関心を向けるようにする。自己否定をする前に事実に基づく客観的な情報にも注意深く耳を傾ける。課題や仕事に関わっている人に対して関心、あれは人ばっか見ずに、うん、要はこっちに集中してるっていうことは、うん、他方は見てないっていうことですもんね、うん、視野を広くっていうのは俯瞰してみるっていうことですね、うん、人は神様じゃねえよってことですね、まあ、人には限界がある、はい、あのガンダムで開始でも言いますよはい、要はアムロに聞くんですね、うん、うまくいくと思うかって、うん、そしたら分かんないですってアムロが言うんですよ、うん、でカイが言うんです、うん、それはまあ人は逆立ちしたって神にはなれねえからなって、うん、いやみんながアムロってすげえじゃんもう神じゃんみたいな時に、うんうん、カイだけが結構冷静に見てるんですね、うんうん、すいませんなんかそんなのが急にカイ視点が出てきました、はい、ちょっと疑いを持っておくといいよっていうことですね、うん、でそれがデータとか、うん、価値観とかから切り離した部分、はい、でそれが見れている見れるようにするとより成長しますよっていうことですね、うん、あなたができてないところですよって僕に言い聞かせてます、